皆さんこんにちは。そばにいるねで有名な歌でおなじみの青山テルマさん。青山テルマが結婚を電撃発表。夫が実は大物俳優と言われる真相や二人の慣れ始めについて紹介します。まずは青山テルマさんの経歴とプロフィールから紹介します。青山テルマは1987年10月27日生まれ、奈良県出身の女性 R&B シンガーです。血液型は B 型。多くのアーティストの楽曲にフィーチャリング参加した後、2007年にシングル「ワンウェイ」でメジャーデビューを果たしました。2008年にリリースしたソルジャとのフィーチャリングシングル「そばにいるね」は大ヒットを記録し、第50回日本レコード大賞や第23回日本ゴールドディスク大賞など多くの賞を受賞しました。彼女の包み込むような柔らかい性質は特徴的で、特に女性ファンを中心に高い支持を集めています。デビュー前から同時 TDS455 スフィア・オブ・インフルエンスなどの作品にフィーチャリングで参加しており、シングル「そばにいるね」の成功により一躍注目を浴びました。歌手の青山テルマは8月11日に自身のインスタグラムを更新し結婚を発表しました。 I got married と書き出し、指示ですが先日大好きな人と結婚いたしましたと報告しました。また少し照れくさいですが今の気持ちを曲にしましたと述べ、新曲 FairUR を自身の YouTube チャンネルにアップし、その URL も掲載しています。今後について青山さんはどんな時もお互いに支え合い、私たちらしくおもろい家庭を築いていきたいと思っていますと心境を記し、温かく見守っていただければ幸いです。これからもよろしくお願いいたします、イエイとファンに向けてメッセージを寄せました。さらに自身の公式サイトでも結婚を報告、青山テルマをいつも支えてくださっている皆様へと題した文章をアップし、この度弊社所属の青山テルマが一般の方と入籍いたしましたことをご報告させていただきます、以下本人からのコメントとなりますと記載し、インスタグラムにアップした内容と同じコメントを掲載しました。この投稿にはめぐみ、渡辺直美、若月千夏、誰のがれ明美、西条もが、菊池亜美、朝日奈央など多くのタレントからのコメントが続々と寄せられました。ピアニストの清塚信也はウェディングドレス姿超素敵おめでとうございます。お笑いコンビロッチズの中岡総一は上おめでとうと祝福の声を上げました。また木村カエラ、AAA の宇野美沙子、パーフュームのアウちゃん、メイジェなどの人気アーティストからもおめでとうといったコメントが殺到し、青山の広い交友関係と人望がうかがえます。2007年にシングル曲「ワンウェイ」でメジャーデビューし、数々のヒット曲をリリースして「紅白歌合戦」にも出場するなど音楽活動を中心に活躍している青山テルマさん。現在では音楽だけでなくテレビ番組でのナレーションや MC、 ラジオパーソナリティやテレビドラマ、CM 出演と多方面でその才能と明るさを発揮して大人げの青山テルマさん。そんな青山テルマさんの旦那さんのは一体どんな人なのでしょうか。2024年8月11日、青山テルマさんがインスタグラムなどで結婚を発表しました。お相手は一般の男性とのことで、残念ながら詳しい経歴やプロフィールは公表されていません。青山さんは2023年8月にイケメン男性とのデートをフライデーに救う、付されたことがあります。しかし、そのデート後、二人は別々に帰宅し、テルマさんの知人も恋人ではないと話していたため、その時点では彼氏ではなかったようです。もしかすると、その後にこの男性との関係が発展した可能性も考えられますが、今回の結婚相手とは異なると考えられます。今後、青山テルマさんの私生活についての投稿で、少しずつ旦那さんのことが明らかになってくるかもしれません。現時点では旦那さんの詳しい経歴やプロフィール、顔画像、職業、年齢などの情報は一切公開されていません。一般の方であるためメディアでの露出は期待できませんが、テルマさんの SNS 投稿に旦那さんの情報が盛り込まれていくことを楽しみに待ちましょう。お二人の馴れ初めについても
詳しい経緯などは公表されていません。この点についても今後青山さんから徐々に明かされることがあるかもしれません。青山テルマさんはハーフではなくクォーターです。父親がトリニダード・トバゴ人と日本人のハーフで、母親が日本人だからです。つまり青山テルマさんは外国のルーツが4分の1あります。生まれたのは奈良県で、国籍は日本。見た目は少し外国人っぽいかもしれませんが、関西弁を話すこともあるそうです。このように青山テルマさんは日本と外国の文化が混ざった背景を持つ魅力的なアーティストです。青山テルマさんの家族構成は、父親と母親、兄弟はいませんので、青山テルマさんは一人っ子の3人家族です。青山テルマさんの母親は、青山テルマさんが2歳の時に離婚しました。シングルマザーとして生活は大変でしたが、娘の教育を何より大切にします。奈良の自宅から大阪のインターナショナルスクールまで毎日通わせ、英語教育に力を入れました。この経験が青山テルマさんの国際的な活躍につながります。青山テルマさんが歌手としてブレイクした時、真っ先に考えたのが母親への恩返しだそうです。苦労して育ててくれた母親に家をプレゼントしました。昔は貧しくて大変だったけど、今度は自分が親孝行できる立場になります。青山テルマさんはお母さんに家をあげられて本当に嬉しいと語り、親子の絆の深さを感じさせてくれました。青山テルマさんの母親の名前は青山テル子さん。青山テルマさんが小さい頃、青山テル子さんは大阪でアルバイトをしていました。しかし娘が一人で奈良から大阪に来るのを心配で、仕事が終わるとわざわざ奈良まで一緒に帰ってあげたそうです。娘の青山テルマさんを一人にさせたくないという母親の愛情が伝わってきます。青山さんは歌手、バラエティタレント、女優、商品プロデュースなど手広く活動を行っています。何事にも果敢に挑戦していく姿勢は尊敬できますよね。そこで気になるのは彼女の年収です。正直なところ彼女の年収は予測が非常に難しいです。というのも、ここまで手広くかつまんべんなく活動をしている人物はあまりおらず、類推することが困難だからです。なので個別に予測をしていきましょう。まずは歌手としての収入、これに関してはあまり多くない可能性があります。というのも、彼女が最後に楽曲をリリースしたのは2019年のこと。2023年現在から見ると少し前のことになります。なので収入としてはあまり入ってきていない可能性があります。基本的にはカラオケなどで使用される印税が中心となっているのではないでしょうか。次にドラマなども含めたテレビ出演に関連するギャラですが、こちらはそれなりに入ってきている可能性があります。プロデュース業に関してはどういった契約になっているかによって大きく前後してくるでしょう。契約時に一括して固定されたプロデュース料が支払われているのか、商品の売り上げによる歩合制か、その複合などいろいろな形が考えられます。過去には印税は本当にすごいという発言をしていましたが、それは大ヒットを飛ばしていた時代の話。これらを鑑みれば年収は億超えはしていないと思われますが、数千万はあることが予想されます。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。